j ヘイリー・ j ェイ・ u グラス・ヘイリーは、アメリカの心理療法家。ブリーフセラピー及び、家族療法を生み出した。ワイオーミング州ミッドウエストで、j ヘイリーは生まれた。彼の家族は、ヘイリーが4歳の時、カリフォルニア州バークレーに引っ越した。第二次大戦中、空軍に従軍した後、彼は、ユーシアレイに入学し、そこで演劇の学士号を得た。卒業後の数年間、 ヘイリーはニューヨーカーに短い物語を投稿し、掲載されている。脚本家になろうと1年を費やした後、彼はカリフォルニアに戻り、カリフォルニア大学バークレー校から図書館学の学士号を、それからスタンフォード大学ではコミュニケーション理論の修士号を得た。ヘイリーは1950年代の初めに結婚し、キャサリン・グレゴリー、 アンドリューという三人の子供を設けた。妻のエリザベスは熟練のコンサートバイオリニストであり、ジャーナリストでもあった、スタンフォード大学で学ぶ間に、ヘイリーは人類学者であるグレゴリー・ベートソンと出会った。ベートソンはヘイリーを自分のコミュニケーション研究のプロジェクトに参加させた。この研究は後にベートソンプロジェクトとして知られるように、 なり、家族療法を生み出した要因の一つとなり、また、家族療法の歴史の中で最も重要な論文、統合失調症の理論に向けてを生み出した。プロジェクトの中心メンバーは、ベートソン、ドン・ジャクソン、ジェイ・ヘイリー、ジョン・ウィークランド、ビル・フライであった。家族療法の誕生と進化についてのヘイリーの貢献は、おそらく彼が1950年代から1960年代にかけて、 様々な臨床モデルを駆使することで心理療法について最も経験豊かな観察者となっていたからだろう。ベートソンプロジェクトではヘイリーとジョン・ウィークランドは最も重要な臨床家たちについて類まれな接触を得ることができた。それは実際の観察であったり録音や記録映画の形であったりした。彼らが 観察研究した臨床科には、ミルトン・エリクソン、ジョセフ・ウォルピ、ジョン・ローゼン、ドン・ジャクソン、チャールズ・フルワイラー、フレーダ・フロム、ライヒ・マンなどがいた。1962年、パロアルトのメンタル・リサーチ・インスティチュートで働く傍ら、ヘイリーは、家族療法の学術史『ファミリープロセスの創設編集者となった。MRI で研究を行いながら、ヘイリーは、 ベートソンプロジェクトの最初期に気づいたミルトン・エリクソンとの臨床家としての関係を続けていた。ヘイリーは最も重要な著作となったアンコモンセラピーでエリクソンを広く臨床家たちに紹介した。1960年代半ばにヘイリーはペンシルベニア州に移りフィラデルフィア・チャイルド・ガイダンス・クリニックに職を得た。1970年代初めには サルバドール・ミニューチンやブラウリオ・モンタルボとの共同研究を通じて、ヘイリーは構造的家族療法の進歩に影響を与え、また、そこから影響を受けた。二番目の妻・クロエ・マダネスと共に、1976年家族、療法研究所をワシントン DC に設立した後、ヘイリーは構造的家族療法の進歩の中核であり続けている。 家族療法研究所での彼の著作には最も影響があったベストセラー問題解決療法がある。1990年代に入り家族療法研究所を離れた後、ヘイリーはサンディエゴへ移り、3番目の妻マドレーヌ、リッチポートヘイリーとともに人類学や心理療法に関するたくさんの映画を制作した。マドレーヌはまたヘイリーの最後の著作。 ディレクティブファミリーセラピーにも協力した。ヘイリー、または死の間際まで、アライアント大学のカリフォルニアスクールオブ、プロフェッショナルサイコロジーの客員研究員であった。ヘイリーは人間の諸問題についてのシステマティックな理解と介入への実践的アプローチを結び合わせた。セラピーの理論を持つべきでないという主張にもかかわらず、ヘイリーの方法は、創造的で時として挑発的ですらある指示を、 強調するものだったこのアプローチが強調するのは、クライエントとセラピストの間で注意深く契約を結ぶこと、可能性のある解決を共に試してみること、結果を変えり見て、セラピー、1960年代から70年代にかけて、精神力動的アプローチが主流だった頃、こうした実践性は異端視されていた。ヘイリーや彼の世代の実践的な両方形が今、ここについて、 焦点を当てるよう強調したことは、今日では心理療法の手本となっている。J. ヘイリー、パイオニアインファミリーセラピー、ボストングローブマーチサン、2007、ニコルズ、M. アンドシュワルツ、R. ファミリーセラピー、コンセプツ＆メソツ、ニューヨークシティ、プレンティスホール、ザニューヨーカー、ジュライゴ、1947、ビヘビアルサイエンス、ボリューム1。 251から264。カイム、J& ラピン、ジェストラクチュアル・ストラテジック・マリトル・セラピー、インガーマン、エースヤコブソン、NS、クリニカル・ハンドブック・オブ・カップル・セラピー、サード・エディション、ニューヨーク、ギルフォード、2002、P88。ありがとうございます。